講義あるの？もう、ゆきえさんじゃないでしょ？久しぶりに耳掃除でもしてあげようか。今日講義終わったら家に来てね。料理作って待ってるから。ううん、好きでやってるんだから気にしないで。眠いの？寝ちゃってもいいのよ。まあ。